こんにちは、山田です。髪の毛染めます。もう前回髪切ってヒゲも剃って、今度は髪の毛を染めたいと思います。髪の毛染めたこと人生で1回だけ、大学生の頃に1回だけ染めたことはあるんですけれども、もうそれ以来ですね、10年弱ぶりぐらいになります。全部髪の毛を染めるんではなくて、あのメッシュじゃサッカー選手か、ところどころ染めていくような感じにします。なんでこれをやろうかなって思ったかというと、なんかいつもと違うことがやりたくて髪染めることにしました。すでにスーパーで市販の髪染め剤、なんて言うんだろうな、あの髪染めるやつ買ったんです。市販のここ南米エクアドルのスーパーで買ってきたので、これで染めたいと思います。何色のメッシュを入れるかっていうのは結果を見てのお楽しみにしたいと思います。僕今もう見ての通り黒髪、ちょいちょい白髪入ってますが、黒髪なんですけれども、この髪がどんな風に変わるのかっていうのを今日は映していきたいと思います。なんかそのメッシュを入れるための道具みたいなのも持ってないので、今回サランラップでやっていこうと思います。じゃあ早速ですが、まだ同居しているひとみさんの手を借りながらメッシュ入れていきたいと思います。いっちゃいましょう。ちなみにちゃんとここでやって OK っていうオーナーさんの許可ももらってます。まずはサランラップで頭の形を取っていきたいと思います。ぐるぐる巻きでいこう、ひとみさんの力で。こうしてもいいぞ、いい？ああ、で、頭の形を取ると。むずい、これ。おー、いいんじゃない、なんか。守られてる。きつくない？うん、大丈夫だと思う。守られてる。守られてる。こんなもんじゃないかな。このままでいいか。はい。なんか水泳の帽子かぶってる人みたいな。水泳帽？水泳帽。で、今頭の形取りました。で、これで一回取ります。おお。で、今度はこれに後で髪の毛をヒュッと出すためにちょっと穴を開けていきたいと思います。これで穴開けていこうかなと思ったんですけど、頭にはめ直してマーカーみたいなもので先にどの辺に穴を開けるかマークをつけておこうと思います。マークしてもらったところに穴を開けていきます。おお、これで穴を開けていけばいいのか。お、開いた開いた。スペイン語なんで全然わかんないんですけど、まあなんとかなるでしょう。え、色が違うんだけど、最後後半なんかピンクっぽいのできたな。これを混ぜていきたいと思います。おお、混ざってきた。昔なんかねるねるねるねっていうお菓子があったんだけど、それみたいだな。ということで混ざりました。今度これをはめ直して、ここから髪の毛を抜いていきたいと思います。よし、装着。洋服脱ぎ忘れたの、これさっき。うん、よいしょ。面白い、これ出た後が面白いな。ピョンってなってる。なんかめっちゃ毛抜かれた人形みたい。見た。痛い。我慢我慢。はい、ということで髪の毛抜き出し終わりました。もうね、こんな感じですよ。こんな感じ。今自分でもちょっと見てみたけど、すごいことになってるよね。あの宇宙人みたい。このちょろっと出したところに、この後はそのブリーチ剤をペタペタと塗っていきたいと思います。 OK です。いきます。お願いします。面白い、塗るの楽しい。どうでしょう。サランラップすごいね、うん、全体的にクリームだね。それどんぐらい使った、半分ぐらい使ったんだろう。いや、まだ全然残ってるな。半分の1くらい。だってロングヘアの人がやるような感じでしょ。これでいいか。じゃあ、とりあえず今塗り終わったので、説明書に40分っぽいことが書いてあったので40分待ちたいと思います。で、今40分経ちました。なんだけれども、なんか見た感じあんまりまだ色が入ってないような気がするんですよ。でもとりあえず40分経ったので一回髪の毛洗い流していきたいと思います。とりあえずラップをしたままこのままシャワーを上から浴びていきたいと思います。
で今髪の毛洗ってきてこのままで今ドライヤーで乾かしてまだ色が生えてきてないのでもう一回やっていきたいと思います。さっきの繰り返しになっちゃうのでここはカットしていきます。今2回目が終わりました。2回目終わったんですけどまだ今回目指している色にはなっていないので、さらにもう1回やります。2回目もう50分ぐらい1時間ぐらいかな待ってたんですけど、それでもまだまだ足りない感じだったのでさらに3回目、じゃあもう1回塗って40分ぐらい待ってもう1回流していきます。どうも相変わらず山田です。3回目終わりましたがまだ目指す色じゃないので4回目いっちゃいます。来ました、4回目塗り終わりました。じゃあ待ちたいと思います。40分とりあえず。5回目です。もうすっかり夜です。まだイメージしてる色にはなっていなくてもう最後6回目、まあ、時間的にもこれが最後かなと。これをやって最後シャワーに浴びて完成にしたいと思います。僕の希望通りの色にならなかったらもうそれはそれで OK と。じゃあ最後6回目塗ってきます。もう最後余ってるブリーチ剤ですね、塗りたくって、でこれからそれを洗いにねもう取りに行くんですけれども、まあ、どういう色になってるかもう僕も全く分からなくなってきました。もうそのまま洗い流してこのまま共有してもよかったんですけれども、もうすっかり暗くなっちゃってもう電気とかでこの映像もはっきりと髪の色とかが映らなそうなので、最後どんな髪色になったかっていうのは明日の朝にですね撮影してこの動画にくっつけたいと思います。じゃあ最後洗い流してきます。バイバイ。ということで翌朝になり、結果こうなりました。金っぽくなっちゃったけど、本当はこの色を目指してるわけじゃなくて、正直に言うともう少しシルバーっぽい、もっと色を抜いて白っぽくしたかったんだけれども、なんかもう色が金みたいな色になっちゃいました。じゃあ僕の勝手にイメチェン計画、2回にわたってお送りさせていただきましたが、結果的にこれがビフォー、そこからようやく最後こうなりましたという感じです。ということで見ていただいてありがとうございました。いいねとチャンネル登録ももしよかったらよろしくお願いします。ではまた明日の動画でお会いしましょう。バイバイ。